はい、物理数学2の授業を始めたいと思います。一回撮ったんですよ。そしたらさっき、なんか編集してたら、飛んじゃいまして 私の2時間は何だったんだっていうことで、落ち込んでおります。というわけで、ノートは書いちゃったのがあるので、まあ、書いてあるやつを説明しながら進んでいきたいと思います。すいません。まず、今日は、級数展開をやっていきたいと思います。で、テーラー展開、それから、ローラン展開の説明をして、具体例をちょっと見ていきたいと思います。まあ、級数の展開っていうのは、この多項式、ポリノミアルですね。Z の1乗。z の2乗、z の3乗みたいな感じで。まあ、実数の関数でも、例えば sinx っていうのは、x-3 の階乗分の x3 乗、足すことの5の階乗分の x5 乗みたいな感じで、この多項式の x の n 乗みたいな、そういうもので展開することができますよね。で、今、級数、この複素関数でも同じように、まあ、z のこの多項式で展開して、で、それでこう足していくものを考えたいと思います。で、もちろん多項式なので、z 平面、複素平面で、の全ての点で、まあ、正則なわけですね。まあ、無限大はやっぱりちょっと、もう発散しちゃってる点なので、そこは除くとします。で、まあ、複素関数の無限大っていう意味は、すべての方向の無限大、無限遠方ですね。こう今、複素関数の平面があったとしたら、その無限大っていう意味は、すべての方向の無限遠の点のことです。初めに説明したんですが、複素平面の一点一点っていうのは、例えばこう原点のところにこうピンポン玉を置いてあって、ピンポン玉の北極の点からこう、ピンポン玉の面ですね、面の一点に遮影してやって、そこからこう落としていって、で、この複素平面と交わる点のことを一点に対応するので、だからまあ球の表面と複素平面っていうのは1対1に対応してるわけです。で、無限遠っていうのはこの北極の直上なので、方向もないですよね。だからまあある意味すごい無限遠っていうのは全ての点がまあ1点みたいなものに対応しているわけです。で、もちろんこの9、あ、で、さ、さっき言ってたことですけども、この一項一項っていうのはもちろん正則ですよね。例えば z の2乗とか z の3乗みたいな項は、もちろん正則です。なんですが、こう全部足し算して、で、これ無限まで足していくわけですね。無限この足していくわけですが、それが全て足したものが正則であるかどうかっていうのは、これは、ノントリビアルです。あらわではない、自明ではないですよね。で、例えばこの D っていう領域、ある領域でこの量が、収束してある数になって正則かどうか。正則じゃない場合も、もちろんこう発散しちゃう場合もあるわけですから、その時は、違う展開を考えなくてはいけないわけですね。さあ、それで、まあ一番、楽な例は、この、1たす z たす z の2乗たす z の3乗たすってやってて、z の n 乗まで足したやつをちょっと考えてみます。で、これは何ですかね。高校の時に習う等比級数みたいなもんですよね。等比級数。で、その時に、この和っていうのは簡単に計算できて、それはこの z をかけておいおくと、こう、まあ、おのおの z 倍されるので、z 足す z の2乗足すで z の n 足す1乗になりますね。で、これ、偏偏引いてやると、1引く z の、sn っていう量になって、で、こう右辺の方はこういうところをキャンセルしますから、全部キャンセルして、
で、残るのはこことここだけですよね。だから1たす z の n たす1乗。というわけで、1引く z で割ってやればよくて、よろしくて、まあこういう値になりますね。もちろん z がこれ1じゃないときです。で、z が1のときは、1たす1たす1たす n たす1個ありますから、単純に n たす1です。それで、で、z の n 乗っていうものですが、z の n 乗、これ絶対値が1よりも小さければ、これは0に収束しますね。0にリミットを取ったらいきます。ところが z が、まあ、1とか、あるいは1以上だったとすると、これは発散しちゃいますよね。あ、まあ、実数の時と一緒です。というわけで、z が、この、半径、距離、z の絶対値が1よりも小さいときには、この分子の z の n たす1乗っていうのは0に収束いきますので、値としては収束して、1引く z 分の1という値になります。まあ、これ実数のときの等比級数と全く同じ話です。で、今はこれ、ただ、二次元的な量ですよね。だから、今この、領域としては、z の原点を中心とする、z 平面の中で、半径1の円の内部にあるところは収束すると。で、この領域、ちょうど1のところも発散しちゃうし、この外側も発散しちゃうと。で、この半径のことを収束半径と呼んでいます。さて、で、テーラー展開をやってみましょう。テーラー展開は、実関数のときは、例えばこんな風ですよね。1回微分、2回微分して、こう、係数を求めていきましたね。まあ、それと全く同じです。で、複素関数でも、まあ、例えば、z0 周りのテーラー展開をしたときには、ここに、その、n 回微分、z0 のところで、n 回微分したものが、こういうとこに係数として入り込んでくると。で、この複素関数の、実数とは違う点は、この n 回微分した点っていうのが、値っていうのが、グルサの公式、この前やりましたが、こいつで、この線積分で与えられるわけですね。で、これ周回の点、周回のところを、この W で表して、W のこの収束関数、まあ、ある、その線積分の範囲ですね。この C っていうところ、C っていう領域で、で、この C の直乗がこの W っていう点ですが、W で線積分をしてやった時の、で、Z はこの Z0 周りですが、この内部の点のことを Z と書きます。そうすると、まあ、こういうふうに書けたわけですね。で、これを証明するのは簡単です。この、まあ、このテーラー展開ですね。テーラー展開。まず、公式の積分公式からこんな風になります。で、今、この W、積分の W の点っていうのは、この C の直乗ですよね。この C の直乗です。これ W ですね。で、内部の点が Z です。なので、Z、で、この、今、半径、この C の半径をローとしましょう。だから W から Z の距離っていうのはローの、まあ、円ですね、今これ。で、Z はこの円の内部にありますから、ローよりもちっちゃいですね、距離は。そうすると、こう書けますよね。こう書けます。で、これ収束半径みたいなもんですよね。つまり1よりも小さいものを持ってこれたわけです。だからこれで展開して、やればいいわけですね。今こうですよ。で、今この分母を持ってきたいわけですが、分母をわざとこんな風に、置き換えてやります。そうしといて、こいつでくくってやると、こういう風に書けますよね。で、これ、さっきの式とそっくりじゃないですか。等比級数。1たす r たす r の2乗たすみたいなやつは1引く r 分の1でした。無限項を足すとね。なので、ここでこの式っていうのは、こう、等比級数の形で書けます。まあ、等比級数って言うと実数の話ですけども、複素関数で等比級数っぽく書けるわけですよね。
で、これ、頭皮休止っぽく書いた感じですね。まあ、ここは、ここ、左辺っていうのは、R が0から無限大の R の n 乗っていう意味ですよね。だから、これをこういうふうに書き直したわけですね。いいですか？で、これを、まあ、この式を、ここですね。この、ここに入れてやると、ここ、もともとの、この、公式の積分公式の、ここに、分母に、今のこいつを入れてやると、こういうふうに書き直すことができますね。で、n の階乗、n の階乗、分母分子に書き直してやると、ここにグルサの公式が出てきて、これは n 回微分のことでしたね。というわけで、答えはこうなると。で、テイラー展開、おしまい。証明できたということになります。いいですか？で、テイラー展開は n の、が正べきだけですよね。ここ。正の数だけです。だから本当に、例えばエクスポネンシャル x が1たす x の x たす x の2乗、2の階乗か。こんな風にこう、正のべきだけでこう、のはできるんですけども、ところがこの不べきが出てくるやつがあるかもしれないですよね。z 分の1とか。こう、特異点。こう発散しちゃうような特異点。極って言いましたね。で、こう極があるやつについては、こういう展開ができないじゃないですか。というわけで、こう、不べきのあるものも、の展開まで考えたいと。で、拡張したいと。で、それが、ローラン展開というものです。で、答えから言ってしまうと、単純に、不べきの方まで拡張した式が、このローラン展開になります。テイラー展開を、負のべきまで拡張した。CN っていうのはさっきのこの、グルサの式のような感じになりますね。こう、不べきの方まで拡張しました。という、形になります。で、これも、証明できます。で、どんな周回を今取ってやるかっていうと、今、極が z0 っていうところがあるとします。まあ、だから、z 分の1みたいな、こう、発散してるところですね。これ、極 z0 があります。で、そいつを、この c1 と、それから c2 っていう線で、囲んでやります。で、q と p っていう点で、そこをつなげてやります。で、この周回上の点を、今、線積分するんですが、線積分する線上の点を w と書いて、それからこのドーナツの中身、ドーナツの中身の点を z と書きます。で、まず、コーシーの積分公式から、で、この今 w で、ドーナツ型でぐるっと一周行って、こう行って、で、こう帰ってくるような。こう行って、こう行って、こう帰ってくるような。この周について、公式の積分公式を求めてやると、まあ、こうですね。2πi 分の1のこいつについて、まず C2、外側行って、それから P から Q に行って、それから逆向きの C1。逆向きの C1 なので、ここマイナスですね。で、これ、中身、積分係数は、非積分関数は一緒ですよ。ここ。で、最後に Q から P に行くと。ぐるっと一周して。で、P から Q に行く積分と Q から P に行く積分は逆向きなので、ここは落ちますね。キャンセルします。というわけで、ここは C2 についての積分と C1 について逆方向に、線積分した、ぐるっと一周した値が、値で書き直すことができます。で、おのおの展開してやるわけですね。で、まず C、こっちですね。C2 について。C2 については、C2、外側ですね。外側は、
この W っていう点は、線上ですね。C2 の線上は、この中身が Z ですから、Z よりも遠くにありますよね。だからこうです。っていうことはこうなるじゃないですか。こう、さっきみたいに、1より小さい数がこういうふうに、数じゃないや、式ができますよね。で、さっきと同じように、これをこう展開して、こうやってやると。で、ここが、さあの例によって、1引く r 分の1みたいな、展開できる、こうなってますよね。1より小さいので。だから、こういうふうに書き直すことができて、できます。なので、これを、元のこの式に入れてやると。この式に入れてやると。そうすると、こういう、簡単にこう書き直すことができます。で、同じことを、今度 C1 でやってやります。C1 で。C1 でやってやる場合は、今度は、ドーナツ状の線、Z の方が円周よりも遠いですよね。だからこう逆向きになります。なので、この式も逆向きになります。なので、展開としては今度は、Z0 で展開したわけですね。分母と分子が逆向きになると。なので、これを展開すると、ここマイナスがついて、こうなると。いいですか？で、今これ Zn が0から無限大まで、こう、サメーション、和ごとってやってるわけですが、これを n をマイナス1からマイナス無限大までに、こう、符号を逆にやってやります。で、べきの符号を逆にしたってことは、分母と分子を入れ替えたってことですから、入れ替えるってことですよね。なので、展開としては、こんな形になります。最後の式。いいですかね。ここの式変形がちょっとポイントなんですが、そうすると答えとしてこれが C2 の積分で、これは C1 のこうですね。で、C1 と C2 をもう近づけてってやって C っていう線にすると、ちょうどマイナス無限大から無限大までのサメーション N をねに置き換わっちゃうんですね。というわけで、テイラー展開をこのべきをマイナス無限大から無限大まで積分したという、まあ、テイラー展開の拡張版みたいな形に、書くことができます。これをローラー展開と言います。で、式自体はとても美しいのですが、ただ実際上計算するときには結構、この線積分ってのは難しくて、むしろ、式変形で、やっていった方が簡単にできる場合が多いと思います。まあ、具体例をちょっといくつか見てやりましょう。まずこんなやつですね。で、これ、Z が0のところと3のところで明らかに発散しますよね。だから得意点は0と3のところにありそうです。で、まず、ローラン展開。この、z と引く3が3以下という、この領域。この円の内部ですね。円の内部。半径3の3を中心とした z 平面の円の内部でローラン展開をしてあります。で、この式っていうのは、まあ、3で割ると、こういうふうに式変形できますよね。で、これは3分の z 引く3っていうのが、まあ、1よりも小さい。この領域で収束するっていうことを言ってるわけですよね。だからこれで3分の Z-3、絶対値。で、展開していくと、収束する。この領域で収束するということを言っています。というわけで、この FZ っていうのを式変形していきます。まず Z、Z-3 ですね。それから Z 分の1っていうのをわざわざこういうふうに書き直してやります。そうすると、3でこっち持ってくると、まあ、こんな形になるじゃないですか。で、まあ、これはこれを思い出すわけですよね。例によって。さっきと一緒です。今日はこの式ばっかりですけども。
そうすると、これは n イコール0から無限大の r の n 乗のことですから、まあこうなりますよね。でもできちゃいますね。ここマイナスがあって、まずマイナスの n 乗ですから、こうですよね。それから分母は3の n 乗ですが、ここにも3がありますから、3の n たす1となりますね。中に、これを中に入れたわけですね。で、分子は z-3 乗ですから、それの n 乗ですけども、ここに n 分1個マイナスべきがあるので、これを中に入れてやると、分子は z-3 の n-1 乗になります。で、これ、要するにだから、肝心の z の展開ですけども、n が、0から無限大で、で、n-1 から始まる。n-1 ですよね。で、0からスタートするので、だマイナス1乗っていうのが、まあ、あるわけですよね、ここに。で、一番、マイナス、これから始まっていくわけですよね。で、次は z-3 の0乗。それから z-3 の1乗。z-3 の2乗みたいな感じで。まあ、ここ係数がもちろんあるわけですが。というわけで、一番、不べきのところは1個だけあって、z-3 乗分の1です。で、これ z-3 の1乗分の1なので、これ1位の極と言います。例えば z-3 の2乗分の1からスタートしたとすると、これ2位の極と言います。で、この、まあ、これが収束円だったんですが、収束円のこの半径はですね、まあ、一般的にですね、この隣のなんか得意点を通ります。一番近いところですね。一番近い得意点を通る円になります。さて、今この内側でローラン展開をしたわけですが、じゃあ外側ですることもできます。で、外側でやってみると、今度は外側なので、3よりも大きいところですね。で、これ式変形するとこうなるじゃないですか。今度はさっきと反対ですよね。で、この領域で収束するはずだと。で、FZ をまた展開して、同じように式変形してやります。Z 分の1を、まあ、さっきみたいに3たす Z 引く3みたいに書き換えてやって、そうすると、これはこのようになると。で、この形は例によって、例の1引く R 分の1みたいなやつですよね。だから、こういうふうに、展開できるわけですね。で、外にあったこいつを中に入れてやると、まあ、こうなりますよね。分子はマイナス3の n 乗ですよね。で、分母は z-3 の n 乗ですが、外に2乗があるので、こんなふうになります。つまり、外側で展開したときと、この中で展開したときと、まあ、全然違う式になるわけですね。ここがポイントです。いいですか？で、もう一つだけでやってみましょうか。で、それは、FZ が Z 乗たす1です。で、Z 乗たす1っていうのは、Z たす i かける Z 引く i ですよね。だ得意点としては、この i と Z 平面で、i とマイナス i っていうところに、発散する得意点があるはずですね。で、じゃあ、この、まず半径1の、この円を考えて、この内部で、まあ、じゃあ、はじめ、ローラン展開してみましょう。このことですね。そうすると、z 分の1っていうのは1よりも小さいと。で、ここ、マイナスつけたのは、一応マイナスつけた。マイナスつけたのはこの後、わかります。で、z 分の1よりも、今 z は1よりも大きいので、z 乗分の1はもっとちっちゃいですよね。というわけで、式としてはこういう式ができますね。1から
z 二乗分の1。で、なんでこの式を持ってきたかったかっていうと、それはすぐわかります。また式変形です、例によって。今 z 二乗足す1っていうのを z 二乗でやっておいて、そうすると公式変形できますよね。で、これは例によってさ、例の式です。等比級数の無限の和みたいな、こういうやつですね。n が0から無限大の r の n 乗。等比級数。これの、複素関数にしたやつ。だこれはそのまんま置いてきて、で、ここがこの等比級数の無限の和のところですね。で、もういいですよね。で、ここ分子はマイナス1の n 乗ですから、こうなってると。で、それ分母は z の 2n 乗に外からやってきたのを中に入れてやると、分母は 2z の 2n 足す2乗になります。展開。はい。じゃあ今度は、この領域でやってみましょうか。この領域。i の周りに、こうですね。このやつ、半径2の内部。これの周りでのローラン展開を考えてやります。で、これは式変形すると、こんな風に書けますね。で、これなんかややこしい式変形ですよね。ただ絶対2でもいいじゃないかとか、分母は。で、ここマイナスがなくてもいいじゃないかっていうことですが、これ絶対つけてるので、ここマイナスをつけてもいいし、それからここ i をつけてもいいわけですね。で、なんでわざわざこの形にしたかっていうと、これも式変形、数学の式変形でわかります。z 二乗分の1っていうのを、まあ、こういうふうに書き換えてやりますね。で、これは、2iz-i っていうのでくくってやると、例によって、この形のものが出てくるわけですね。で、この形のここが見たかったので、だから、こうしたかったわけです。で、あとはもう簡単で、これに、この式、入れてやればいいですよね。入れてやります。そうすると、こうですね。で、この外側のものをこの中に入れ込めば、それで OK。もう全ての展開 OK ですから、まずマイナス1の n 乗ですね。それから 2i っていうのが中に入って、中にも 2i があるので、2i の n 足す1乗、分母。で、分子は、z-i の n 乗に、ここ、外側にマイナス1乗があるので、n-1 乗になります。いいですか？じゃあ今度この外側でやってみましょうか。外側。これ外側ですね。この図が間違ってるな。はい、こうですか？こんなやつの外側ですね。こうやつ。i を中心とする、半径2の円の。隣のこの特異点をこう円周上に持ってますね。で、これの外側を見ましょう。で、式変形同じようにするとこうですね。で、なんでわざわざこうしたかったか。ここにマイナスとか i をつけたかっていうと、さっきの式変形のところですね。と同じです。やってみましょう。これを式変形した時の、まあ、この形にしたかったわけですね。でも、ここまで来てしまえば、もういつも同じですか。1イコール分の1の、同じ形をしてますから、このように展開できますね。で、外に z-i の2乗ってのがありますから、答えはこうなりますよね。中に入れてあります。で、これでローラン展開が完成するわけです。いいでしょうか。
これを1時間以上かけて説明してたんですが、ぶっ飛んじゃったので、ざっとちょっと短時間になりましたが、見ました。わからなかったら、ちょっと見返してくださいよ。で、必ずこう、手を動かさないと、自分のものになりませんから、これから、まあ、何回かこれ見返してもらうとして、練習問題をやってみましょう。小テストを出しますので、またレポートにして、提出してください。ちょっと、ざーっと駆け足になっちゃってあれなんですが、まあ、見直してくださいね。すいません。はい。それでは、レポート、頑張ってください。